さあということで即ボイスをね、お届けしていきたいと思います。私今琵琶湖におります。トヨタガズーレーシングラリーチャレンジと、琵琶湖高島ラウンドということで、滋賀県の高島市に来ておりまして、で、昨日今日とね仕事をしておりましたが、昨日の夜、はい、J2 の第36節になりますかね、ザスパ草津群馬はアウェーで山口戦がありましたけれども、結果0対1で、まあ、敗れております。残念ではありますけどね、まあ、ここは本当にあと8試合で、うち消化がね2試合、遅れてますので、そういう意味ではプラス2試合できるっていうところをやっぱりプラスに捉えていきたいなと思います。その2試合を取ることができれば、勝ち点6積むことができれば全然まだね、上についていけるかなというところも思っておりますので、まあ、ここは切り替えが大事かなと。で、連戦になります。次が水曜日で金沢の再開試合っていうことでね行われますし、次が日曜日10月の1日にヴェルディ戦があって、でここホームで、次1週間空いてのまたホームで、岡山戦っていう形で、ホームが3連戦になるので、このホーム3連戦でやっぱり勝ち点をねどんどん積み上げて、いかないと、ちょっとね J1 プレーオフ、その J2 のプレーオフか、昇格をかけたプレーオフっていうところには届かないかなというふうに思いますので、もう次のやっぱり金沢戦の再開試合っていうのはかなりウエイト大きいかなというふうに思っております。昨日の試合ね見てましたけれども、ちょっとやっぱりね、勝ち点3がどうしても欲しいっていうところで、特にリードされた後なんですけれども、その時にこう、ボールの奪い方は良かったりはするんですが、その後ね、繋ごうっていうところで、どうしてもですね、何か焦りが出てしまったというか、そこに山口の守備にこう、うまくはまってしまったところはあるのかなというのは正直感じております。で、そこをやっぱりかいくぐって、どんどんチャンスを作っていかないといけないなと思いますし、プレーオフに進むために、チームが一歩二歩レベルアップしていくために重要なところっていうのは、やっぱりそのあたりを壁を乗り越えなければならないんじゃないかなと、私 X の方にも旧ツイッターのね X の方にも書かせていただきましたけれども、そんな感想を抱いております。ただここはね正念場だとは思うので、はい、ここから先、まあ、上に行くためにはそれが必要になってくるし、乗り越えていくことが必要になってくるし、ただまだ何も決まったわけではないですし、シーズンも終わったわけではないから、切り替えてやっぱり次の試合で勝ち点3を取れるように、後押しをしていくしかないかなと思っております。再開試合で前半31分からかな、スタートっていう形になりますが、午後7時から9月の27日水曜日になりますけれども、翔太醤油スタジアム群馬で試合がありますので、ぜひ翔スタに足をお運びいただければと思います。ということで、ザスパクサツ群馬スタジアム DJ の瀬山祐介でした。また水曜日に皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。